今日開かれた第1回沖縄県ハンセン病問題シンポジウムは、県民がハンセン病について考える機会を作り、回復者や家族の名誉を回復することなどを目指しています。ハンセン病の回復者やその家族らが、国の誤った政策によって差別を受けた経験などを語り、当事者が安心して暮らせる社会の実現について話し合われました。多くの私たちの仲間が地域の医療機関、各市町村、役場、窓口に行くにも躊躇、地域の支援サービスも受けられずに生きているのが現状です。平さんは、当事者の高齢化が進んでいることから、当事者が今なお直面する問題の解決を早期に行う必要性も訴えました。